はい、皆さんこんにちは。今日はコメント回答です。フロントのハブベアリング、これね、これの交換の仕方、まあ教えてくださいという方がいますので、まあ私ね、過去に1回変えてます。で、今日はまあ取り外すだけですけども、そこまでねやりますんで、現在この状態になってます。で、DMT31 の場合、ドライブシャフトのインナーブーツ、まあ、これを交換する場合はシャフトを抜く必要があると、まあ、その作業の延長線なので、だいぶ、まあ、作業を省きました。ここまで進めるために割りピンを抜いてハブナットを取り外す。サスペンション下のボルトナット、サイズは21です、まあ、その2本とキャリパーね、まあ、根元から今回外したので、ボルトのサイズ、これ19です。まあ、結構太いので、しっかり締まってます。緩めたら、まあ、上に浮かせて、ワイヤーで、まあ、引っ掛けておくと楽です。ABS のセンサー、あとブレーキラインのクリップも外してます。キャリパー、まあ、浮かせれば、ローター、まあ、これは簡単に取り外せます。ナックルとロアーム、まあ、下がりすぎないようにパンタジャッキかけておいて、このまま後ろ覗くと17のボルト4本見えますね。で、ハブベアリングはこの4本緩めれば、まあ、外すことができます。ナックルからドライブシャフト1回引き抜いて、でスプライン傷がつかないように、まあ、カバーをしておく。で、横に寄せておいて、この状態でまあ、緩める必要があると、こうやってね。ですが、まあ、この状態で緩めるのはなかなか大変です。まあ、なぜかというと力が逃げるから。で、エアのコンプレッサー、まあ、お持ちで、こういうねインパクト、まあ、持ってる方は、まあ、これ使った方が楽です。まあ、私はだいたい手でやるのであんま使わないですけども、あとはあの電動のインパクト、まあ、そういうものもあった方が楽ですね。結構大変です。まあ、実際にちょっと緩めます。4本とも今このぐらい緩んでると。で、今ボルトフリーですけども、ハブベアリングね、まあ、引っ張っても取れません。この内側ね、まあ、クリアランスが絶妙でハマってます。なのでボルトね、まあ、刺したままボックスと、まあ、後ろをね叩いて、まあ、これ取ると。外れました。ここね、もうサビサビです。こちらも。で、新品を、まあ、取り付けるときは当たり面ね、まあ、ペーパーをかけて、このザラザラしたサビをね落としておいてください。後ろから叩き出すとき、ボルトを、まあ、4本ともつけておいて、ボックスを当てると。で、均等に叩いていけば抜けるはずです。ハブベアリングの後ろね、まあ、こういうカバーがここにはまるようになってる。まあ、叩いて出すと、まあ、自動的にねこれは外れます。で、ナックルの後ろ、まあ、ここに ABS のセンサーね、まあ、線が来ていて、ここにあると、これ見えますかね。まあ、これを守るために内側から、まあ、カバーをつけていると。まあ、これもね後ろから
まあ、戻さなきゃいけないんですが、まあ、これちょっと大きいのでやりづらいですが、まあ、うまくね物を当てて後ろからまあ叩いて元の位置に戻すと。ローターまだ1回も変えたことないです。まあ、見た目ではそこまで傷んでるようには見えないですけども、やはりちょっと深い傷が円周上に何本かありますね。またそのうち交換はしたいです。まあ、このように外せば交換はできるとは思いますが、まあ、くれぐれも時間にね余裕を持って行ってください。またこれで私は元に戻します。で、使用した工具、まあ、ドライブシャフト交換の動画に使った工具一式、それプラス、まあ、ハブベアリング固定のボルトを緩めるために17のボックスとキャリパーの後ろ、まあ、ボルトを緩めるために19のボックスが追加されたと。多分そのぐらいです。最後に各ボルトの締め付けトルク、まあ、数が多いのでこのように表示しておきますので、まあ、確認してください。左側 88.3 ニュートンメーターで、カッコ、まあ、およそ9キロという意味です。こちらとこちらね、まあ、途中で動画を止めて、まあ、メモ書きをしてください。今日はこれで終わりにします。では、次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。また会おう。